戻ってきてしまった。米部がつながらなかった。アバックさんいらっしゃい。チケットありがとう。トムクルリンさん、ソラさん、旦那さん、百式さん、ウィンドさん、シュンさん、ノリトペさんいらっしゃい。こっちに入るからダメかな。あ、これディスク直してなかった。レイクさん、11個目さん、パフさん、13個目さん、コークさん、ロコンさん、ハマズさん、いらっしゃい。ディスケは、磁気ディスクの方。一回セーブしよう。17個目さん、いらっしゃい。ヒヨクさん、ピッピーさん、いらっしゃい。バコズ行ってないところ、行ってないところ、ぐるっとちゃんと見よう。これ今1階です。でこっから2階に行けて、ここ人がいて直す間も惜しんで連打してる。枠取るとき。マットさんいらっしゃい。なちゃん出るの？他の道がわからないな。ジョナさんいらっしゃい。さん、あきらきさん、25個目さんいらっしゃい。クリームシチュー、じゃがいも欲しい。ジャス、いけるんださんいらっしゃい。あとはやっぱり大きめの鶏肉かな、クリームシチューは。何もしてないのに。ナイフレベルアップ。ミルダさんは足遅いのかな。そんな感じするね。人参忘れないで。人参はなくてもいいかな。あ、豚肉使ってる。豚肉も合うだろうね。別に牛肉でも合うだろうな、クリームシチュー。ゴリラなので遅い。人参はあってもなくても。これなんかするんだろうか。やっぱり2階だ。2階に行きます。クリームシチューをご飯にかけるのはだけは誰が何とか言うと許せません。パンはいいの？そうだな、ビーフシチューも美味しいな。結構あの酸味の効いたビーフシチューが好き。ちょっとこうツーンとするような。カレーとかね、作るのとシチュー作るのは若干違うか。なんかさ、隣にあるんだよね。ビーフシチューのビーフって牛のビーフじゃないのか。牛のビーフかな。デミグラス的なやつ。ビーフシチューご飯どうだろう。あんまり聞かないね。まずくはないだろうけど、
ぱパンって感じなのかな。パピタさんいらっしゃい。そうね、牛は高いね。戻ってきた。戻ってきてしまうな。これもしかしてさ、もう壊れるんかな。外出てみようか。行くところないもん。一回外出てみよう。ハヤシライスとビーフシチューは違うよね。あ、壊れん。やっぱ行くところがあるんか。肉じゃがにビーフシチューの素入れればいいだけ。ハヤシライスはさ、牛肉と玉ねぎとマッシュルームじゃん、キノコ系。ビーフシチューは野菜がもうちょっとさ入ってそう。ビーフジャーキーを食べたら胃が戻れた。いらっしゃい。おこついらっしゃい。物欲さんいらっしゃい。牛乳切れてた。最近買ってねえな。多分ちょっと違うと思うよ、ハヤシライスとビーフシチューは。エルクさんいらっしゃい。うちのビーフシチューは牛タン。何を言うか、贅沢な家じゃの。牛タンシチューか。明太コスパに牛乳入れるの。ゴーストさんいらっしゃい。そうね、タンシチューっていうのがある。たこ焼きはおかずやないです。お好み焼きもおかずじゃないよ。お好み焼きはお好み焼き。私なんかどっちかというとさ、焼肉屋で弾力のあるタンばっかり食べてるから、柔らかいタンっていうのは食べたことがないんだよ。仙台とか行ったら食べれるかな、柔らかいタン。まあ洋食屋さん行ったらあるか、タンシチューとか。うん、美味しいんじゃない、タンシチュー。味が濃いもナスみたいな感じ。なるほど。お好み焼きおかずにしてた。ソースと合うのかな。吉尾さんいらっしゃい。お帰りなさい。仙台で食べた牛タンはすっげー柔らかかった。チャーハンすらもおかず。米を米で食う。今宮城にいますが、5ミリぐらいの極厚タンが食べれる。ああ5ミリか、結構厚いですね。食べたい。はい、おやすみなさい。ありがとう。あ、こうミルダのところまで来たか。今さ、災いの塔回ってるんですけど、なんかちょっと迷ってる。ブンブンハラサーチューブいらっしゃい。お小嬢さんいらっしゃい。ミルダさんね、みんながメスゴリっていう。メスゴリが来た。あ、ジャス殴っちゃった。ラップはいいやつだぜ。ちょっと、とっても。3階に登れた気がする。了解です。探そう。タンはアメリカ産らしい。餌の関係で日本より美味しいらしい。へえ。なんか誇れる国産牛とかね、ありそうなんだけど。あ、この奥かな。
なんか放送のラグがすごい気がする。牛とベロチューして嬉しいか。タンシチタンを漬け込んでるらしい。へえ。尻にかじりつくのも美味しいです。体験版さんいらっしゃい。焼肉行きたいな、行きたいな。最近行った焼肉屋さん。こっちかな。いや、こっちかな。行ってない。豚肉の方が好き。リーズナブルやね。タンおごりますよ。年かなって。なんかハラミとか食べたらいいじゃん、脂身の少ない。おごるんですぐ行きましょう。コアラチンがおるからな、なかなかしばらくは。燃え尽きろ。あー、ホルモン系がダメ。私はお腹痛くならなければいいかな。気にせず食っちゃうな。まあダメな人はダメだよね。レバー系もダメな人いるしね。鶏肉が一番になってきた。私も一番鶏肉が好きだよ、お肉の中では。牛角か、近くにあるな。一人焼肉、鉄の胃ですね。こっちはさ、これぐるーってしてるだけだもんね。やばい。どっかから3階に行けるらしい。卵も肉も骨までも。鳥はね、ケンタッキーはさ、なんかお祓いじゃなくてしてるんだよね、鳥の祀ってるというか。そろそろ視聴者が酔い始めます。どっからか3階に行ける。あ、ここかな。閉じられたね。ダメか。なんだここは。ミルド仲間になってる。いらっしゃい。うん、供養というかね、なんかお依頼さん方と手合わせてるの見たことある。あれを解除する。B ダッシュ。武器レベルがどんどん上がる。こんばんは。おわこついらっしゃい。わおさん次いつかな。明日もできたらしようかな。災いの塔にはフィーナの防具があったはず。わかりました。フィーナ専用の防具ってこと。ミルダに両手広げて止めてもらう。それは明暗だな。そこ守ってる？あれでもこれ降りちゃうよね。
ペイさんだもんね。うん、戻ってる。戻ってるから。フィーナ専用の防具はジャスティンがもらっちゃいそうになってた。ジャスティンが。あ、それだっけ？チキン感謝祭。え、コンパス刺してる？ぐるぐるしてない？基本的なことになってないか。コンパス見よう。あ、最初に会った時か。何？燃え尽きろ。初見グランディアと聞いて、いらっしゃい。クリスしてください。この前ね、ディスク2になって74枠目です。キャラがいいね、これ。ちょっとドリンクでパンパンになりそう。関東健太、関西どちきん。建築のこと？私建築って言うぞ。コンパスって何だい？あー、もうパンパンだわ。ウルトラドリンクって何だったっけ。 SP を20回復。えい、使っちゃおう。どれも聞いたことない。毒消しいらないね。すんごいある、ウルトラドリンク。走りの種、あと原子肉、草餅、粒あん、蜂蜜、新鮮、赤い薬、チョルラの花、ジャス。ケンタッキーのことはケンタッキーっていう。うん。ケンタっていう。鳥しばこか。ちょっと鳥しばきに行こうか。ほんとだ、コンパス。コンパス向いてるじゃないか。やっぱここだよ。だからこの仕掛けを、どこかで解除をする。そのどこかが見つからないな。私、マクドナルドはね、マックですね。マック。ドナルドしばくのでもいいけど。この奥かな、もしかして。いや、ぐるーってするだけで。FF は FF。いや、ナルジナルジーかな。ちょっとガツンと天空剣を使おうかな。あ、ショックウェーブがマックスになってる。いや、火だ、やっぱり。で、フィーナちゃんは乱れ投げをして、いや、グラギンにしよう。ドナルドをしばく。燃え尽きろ。関西だとマックだと怒られると聞いた。大地よ、目を覚ませ。関東はマナルだよ。マナル、マクナル。なんかいやらしいな。どこだ、どこだ。発砲投げ。マクナルってなんだよ。
強い。山口ってマクナルじゃないんですか。マックだったな。マナル、じゃあマナルって言うわ今度から。マナルのポテト食べたい。サラさんこんばんは。いらっしゃい。こんばんは。この奥さ、どんどん、お、レベル1から3の最大 MP を各1、渋いピーナちゃんにあげて SP を20回復。ん？全員だったこれもしかして。全員だ。すごい、味方全員の SP を20回復。ウルトラドリンクすげえ。取っとこ取っとこ。マナルエロいな。いらっしゃい。おみるだ姉さん出てきましたよ。ただ迷子ナウです。ちょっと迷子で終わりそう。今日今何時？11時か。まだ11時。して今日は何曜日かね。水曜日か。明日グランディアやって、次の夜中枠いつやろうかな。でプーケン兵隊も疲れてる。バイオ私深夜何やる。グランディアやる夜中も。グランディアが結構落ち着いてきたら別のゲームに切り替えようかな。深夜枠そんなもんいくらでもこいつらがくれるぞ。こっち行ったっけ。夜中に恐怖の森ゼロ。なんかさ、なんとなく夜中はホラーゲームっていう流れができそうで嫌なんだよね。まったりゲームでもいいんだけどさ。ミルダランブしてみようか。切れたミルダの究極コンボ攻撃全部使うわ。75。道穴いりますか。もうちょっと頑張る。もうちょっと頑張る。バイオのクリス戦はねやらないかも。ただタイランドさん倒すのはしたいから、ジルでやるかな。もう一周すごい829。ゴリラやないか。乱舞すぎるね。強え。サーランイブも変な BGM かけてた。ドリフ流してた。バイオ2ね。バイオ2もちょっと気になるっちゃ気になる。ゴリランブオーバーキルスキル、これはトトカンといけんね。ボス戦にさ、あ、こっちで合ってるかも。カドイン以上の肉体派。サハラランブ、ジャスジャス。燃え尽きろ。イブはでもさ、そんなにつまらなかったよね。面白くないっていう意味じゃなくて、そんなに苦労しなかった気がする。なんかフリーホラーゲームを一時期頑張ろうかなって思った時期がその時だけあって
まずはイブかなって思ったけど、イブで終わったな。しょうもない計画だったわ。アンちゃんを期待してきます。サハラップ。ちなみにミルダ姉さん何歳だと思う？20歳ぐらいかな。あ、なんかそれフリーゲームでしたよね、のび太のバイオハザードって。こっちでしょ。あ、ほらほらほら、ビンゴ。なぜ恐怖の追いなきゃだけしてるの。あれはね、なんか突発だったんですよ。なんか別のゲームをしてて、なんか今こういうゲームがあるんだけどやってみないって言われて、その時にダウンロードしてやったんですよ、いきなり。で、あまりにも怖くてやめたっていう。あれは突発だったんだ。あ、蚊がいる。ちょ、こうちゃん、こうちゃん、こうちゃん、蚊がいる。どっか行った。噛まれたかな。夏目どっか行っちゃったよ。どっか行った。タメガネさんいらっしゃい。3階に行きました。10歳なの？19歳ね。お、セーブがあるということは誰かいるかな。茶色い顔はしつこい。チャルさんいらっしゃい。なんかすごいでかかった。見てくる。寝てた。言霊ルゼさんいらっしゃい。今セーブできたよね。スイッチはオンになっているが、オフにする。全部切ってみよう。まだいっぱいいるぞ。でっかいスイッチでした。みんなはさ、夜中にプーンって耳元で蚊が鳴ったら殺すまで起きてる？諦めて寝ちゃう？私はとりあえずちょっと頑張ってみて、見つからなかったら寝るんだよね。燃え盛る炎よ。絶対倒さないとっていう人いるよな。屁で追い払う。なんて高度な。カリスマ新社さんいらっしゃい。あれって聞くの？アースノーマットとか。あれ系私買ったことないんだよね。あ、布団かぶって寝る。私もそうだな。気になるが寝る。やる気スイッチだった。とどめ刺すまで寝れない。オスぶち殺します。どこ行ったんかな。